はい、アットレトロゲームチャンネルです。今日が営業11日目の出社をしたいと思います。まあ10日やりましたけれどね、まあ実況しながらでもやりやすいゲームだと思います。まあ僕も最近これメルカリで買ってですね、ザ・タクシーっていうやつとザ・タクシー2っていうのがあるんですよ。それ2個で800円で来たんで、まあそれちょっと買ってですね、今やってます。なかなかシンプル、まあシンプルシリーズだけあってこのゲームもシンプルです。ザ・タクシーの1と2セットで800円って安いと思ったんだよね。さすがに4000円とか5000円もするんだったら買わなかったと思うんですけど。はい、どうぞいらっしゃいませ。左ハンドル効かない、参ったな。左ハンドル効かない、どうすればいいの、どうすればいいのか。こうしてこうで、ゴールは見えてます。こうしてはい、どうぞで、北マンション北マンションは、結構左に曲がっちゃいけないっていう厳しい、難しい。北マンションってはい、どうぞ。クール、ありがとうございました。で、次、あ、違った。なんか今人っぽいだけど、違う、あ、違う。駅に客が集まってで、配車係言ってるけど違うね。あ、ここ行けますか。あ、本当だ、たくさんいる。はい、どうぞ。アパートと北オフィス、アートってどこだったっけな。あ、なんか、うわ、アイヌリのラブワゴンに当たった。まあ、最近の人はアイヌリっていう番組知らないか。まあ今でいうテラスハウスのやつですよね。まあテラスハウスは全然僕一回も見たことない。で、左、右か、あと90、ここ曲がって左か、あ、北オフィスで返します。はい、どうぞ。エクセル、うわ、パス、
あのバスとタクシーの運転手がなんかすれ違うとき、手で合図するときあります。こういうときあるんですよね。なんか全然会社名も違うような感じだったんですけど、はい、どうぞ。はい、よし。あの同じバス会社がすれ違うときって、対向車線とかですれ違うとき手を挙げて答えるじゃないですか。で、確かね、小田急バスに乗ってたんですよ。で、小田急バスに乗ってバスでもないのになんかタクシー、黒いタクシーだったかな、なんか黒っぽいタクシーがすれ違うたんびにですね、運転、そのバスの運転手さんとそのタクシーの運転手さんがすれ違うとき手を挙げてなんか答えてましたね。小田急バスとか小田急タクシーなんてあったかな。はい、まあなんか関係があるんですよね。はい、どうぞ。まあ、なんかあのバスでほらすれ違うとき手あげるのを見てて嫌だっていう人もいるみたいですよね。まあ僕は何とも思わなかったんですけど、まあネットの情報だったんで、まあただイチャモンつけてるのか、まあ真面目にちゃんと不快に思って書いてるのかわかんないんですけど、まあ会社同じバス会社でですね、まあ普通に歩いててほらあの会社内でも同じ会社の人とすれ違ったらお疲れ様ぐらい言うじゃないですか。まあそれと同じ感覚でお疲れ様とか軽く会釈するぐらいがあるじゃないですか。それと同じ感覚でね、バスの運転手さんもすれ違ったら手あげるぐらいのレベルなんじゃないですか。あった。ここですね。はい、警察署です。あんまり警察署って感じもしないです。タッチ板とかしてる人いないです。タッチ板って今やらないか。あんまり警察し、交番の前で立ち番って、交番の前で立って見てる人って今少ないですもんね。はい、どうぞ。昔ね、こち亀とかでもよく、昔の漫画なんですけど立ち番してましたね。左で、こっちか。あ、あった。はい、いらっしゃい。お、あ、お疲れ様。はい、ありがとう。商店街なんかしていそうだな。はい、どうぞ、いらっしゃい。近くの銀行。ほとんど交番って警察の人いないって
いた方がラッキーっていうか、いたのを 見てる方がラッキーっていうね、まあラッキーっていうほどのことでもないんですけど、この中で作業っていうかいる方が珍しいです。1400円で、通気客さんいないかな。お客さん多分まあこんな感じですね。この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。